先のない一帯一路を称賛するしかないプーチン大統領。ロシアのプーチン大統領が中国を訪問。ロシア外務省はプーチン大統領が北京で10月17日から18日に開催される経済圏構想一帯一路の国際会議に出席し、中国の習近平国家主席と会談すると明らかにした。先のない一帯一路の国際会議にプーチン大統領が出席する意味はあるのか。飯田、これに先立って昨日16日、ロシアのラブロフ外相が北京を訪問しました。中国の王毅共産党政治局員兼外相と会談し、最終調整を行ったということです。須田、もともと一帯一路構想とは、アメリカが主導した環太平洋戦略的経済連携協定 TPP に対抗する形で作られたものです。その TPP に中国が加盟申請するという状況になったことは、一帯一路構想の結果的な失敗を意味します。中国のバブルを輸出するだけに過ぎなかった。そこに出席する意味合いがどの程度あるのでしょうか。イタリアも離脱する方向にあり、国際社会から一帯一路戦略は失敗という烙印を押される。飯田、直前の中国中央テレビ CCTV のインタビューでは、プーチンさんが習近平さんをべた褒めしていたようです。野村、一帯一路は債務の罠により、ほとんどの国がここから融資をもらって国を再建することは無理だと、国を取られるだけだと分かってしまったわけですよね。ヨーロッパから参加していた国もやめましょうという話になってきています。飯田、イタリアですね。野村、イタリアはもう離脱する方向で年内に決まると思います。来年、2024年に持ち越せば自動的に更新されてしまうので、おそらく年内にイタリアは辞めると言うでしょう。唯一の G7 諸国が加入を辞めるとなると、見限られたことになり、国際社会の中で一帯一路戦略は失敗という烙印を押される状況になります。飯田、一帯一路は？野村、それが分かっているため、味方のいないプーチンさんが習近平さんをべた褒めしたという話です。ホタテを第三国経由で入れてほしいと、中国ブローカーからの問い合わせが日本の漁業関係に。飯田、プーチン氏は今、外に出られないですものね。須田、捕まってしまいますからね。野村、腹立たしいのは処理水の問題についてです。なぜ非科学的な中国の論調に合わせてロシアも輸入制限しようとしているのか、本当に許せないですね。須田、北海道などを取材していると、今年10月末をもって中国国内のホタテの在庫がほぼ切れるのだそうです。そのため中国のブローカーサイドから第三国経由で輸出してくれないかと問い合わせが来ているようです。かつて BSE、牛海綿上脳症問題で日本産の牛肉が中国で輸入禁止になったことがありました。18年くらい輸入禁止が続いていたのですが、当時は禁止期間でも中国へ行くと、松阪牛、神戸牛、宮崎牛など何でも買えていました。飯田、あるのですか？須田、あるのです。どうやって輸入したのか聞いたら、カンボジア経由でカンボジア産だと言い張って輸入したということです。飯田、そのような産地偽装があるのですか？須田、そうなのですよ。シンガポール産と偽って日本から輸入。飯田、そのルートが残っているのでしょうか？須田、今回はさすがにカンボジアでホタテは水揚げされませんので。飯田、海はありますが、ホタテは無理ですよね。須田、それでシンガポール経由が浮上しているのだと思います。飯田、でもシンガポールでも取れないですよね。どういったからくりを使うのでしょうか。飯田、国内に対するプロパガンダなのでしょうね。
悪化する経済状況から国民の目を処理水問題に向けようとする中国政府。野村、中国産バブルが弾けてしまい、中国国内の経済が悪化しています。しかも、もともと経済全体に透明感がないので、影に隠れた不良債権なども次々と出てきているわけです。中国の経済情勢の中で、処理水問題を道具に使い、国民の目をそちらに向けようとしている。飯田、そうですね。野村、この間、中国の中学生が演劇のようなものをしていましたよね。子供たちにあそこまでやらせる国です。教育がそういう方向へ向かっている状況ですので、裏を返せば中国はそこまで追い込まれているのかという感じはしますね。飯田、安倍元総理の銃撃事件を題材に中学校の運動会で寸劇が行われた。さすがにその学校に対しては処分が下ったようですが。野村、暗殺事件に加え、処理水についての横断幕もあったということです。そういうところまで行ってしまうのは、大国として本当にどうなのかという感じはしますよね。半導体の輸出規制を緩めるためにも、米中首脳会談をせざるを得ない中国。飯田、この先、アジア太平洋経済協力 APEC を機会に、11月にも米中首脳会談が行われるのではないかと言われていますが、できるのでしょうか。須田、中国としても半導体の輸出規制が相当効いているので、やらざるを得ないのだと思います。日本に対してもこの部分については、解放するべきだというようなプレッシャーをかけてきています。もちろんアメリカに対してもそうですが、中国も落としどころを探らなくてはならない状況になっています。飯田、落としどころを。須田、ただ先ほどの野村さんの話ではありませんが、大国としてアメリカに対しても強く出ているし、日本に対しても強く出ている。そのイメージを保ちつつ落としどころを探るという非常に難しい作業をする必要があるのだと思います。サウジとイランを仲介するも、ハマスを支援するイランを止められない中国。野村、最近のイスラエル問題に関しても、中国は自分が国際社会の中で仲介役を果たせるのだと示そうとしてきた部分があります。今までアラブ諸国とイスラエルがうまくいかなかったところを、自分たちが取り持つことができるとアピールしていますが、それが結局あだになり、今回のような事態も起きているわけです。飯田、イスラエルとハマスの戦闘が。野村、下手にくっつけたことで、今回のように紛争の火種になるところもあるのです。本当に国際社会の中で今後リーダーとして動くのであれば、もう少し自分たちの考え方を整理しなければいけません。パフォーマンスが先行してしまっているところがあります。飯田、中東に関してはサウジアラビアとイランの外交関係正常化を中国が仲介したとし、自らの存在感をアピールしていました。野村、それが結局実態を持っていなかったのでしょうね。イランは結果的にハマスを支援しており、アラブ諸国に大きな紛争を巻き起こすという状況になっているのに、イランを止められてはいません。自分が仲介したイランを止められていないところは、国際社会から見て中国はリーダーシップを発揮していないと判断されるでしょう。ハマスによるイスラエル攻撃後、動きのない中国を利用するアメリカ。須田、その仲介を逆手にとってアメリカが中東に対するプレゼンスを高めてきています。中国はそれほど前のめりになっていないのです。中東にどれだけ拠点があるかというと、ジブチだけです。さほど中国としては全面的に出ていくつもりはないけれど、アメリカがそれをうまく利用しようとしています。飯田、利用しようとしている。須田、中国の影響力拡大に対抗するという大義名分も、イスラエルとパレスチナ解放機構 PLO あるいはハマスとの間の問題に横たわっているということです。飯田、ここへ来て空母を2隻浮かべたのはその意図もあるのでしょうか。須田、対中国という意識も強くあると思います。
自分たちの正当性を確保するために行動する中国とロシア。野村、アメリカはアメリカで大統領選挙を控えているため、イスラエルとの関係を外すわけにはいかないのです。評伝ですからね。飯田、ユダヤ票ですね。野村、そういう意味では民主党、共和党関係なくイスラエル寄りなのです。それをうまく利用しながら動いていることもきちんと見ておく必要があるのは確かです。しかし中国にだけ、あるいは中国とロシアにだけ光を当てれば、やはり彼らがしていることは自分たちの正当性を確保するための行動にしか見えません。